これじゃあもう死ぬわね。それで、これは一体どういうことかしら、フェリド・バートリー。じゃあ、これはこれは。我らが吸血鬼の女王、クルル・テペシ。お久しぶり。君はいつも綺麗だね。あら、ありがとう。あなたも相変わらず、やらしい顔で笑うわね。ひどいな。頭を打たれたばかりなのに、君への愛で、なんとか笑顔を作ってるんだよ。あ、あなたが愛しているのは私の持つ権力でしょ。それも好きだけどね。それで、第七石祖のあなたが、たかが人間の子供に撃たれた？冗談でしょ。でも事実だ。いいえ、あなたはわざと逃がした。私が飼ってたセラフ。一人は逃げ、一人は死にかけている。この事件に弁解ができるというなら今すぐ。いや、弁解すべきは君の方じゃないかな。セラフの呪いに触れるのは法に触れるはず。僕が上位使徒会に一言言えば。聞こえなかった。だから、僕がこの件を。ちょっと怒らせすぎたかな。よく聞こえなかったんだけど、もう一度言ってくれる？ひどいよクルル。くっつくとはいえ、ちぎれる瞬間は痛いんだよ。このまま首もちぎろうか。それは困るな。よし、負けを認めよう。これ以上この件には踏み込まない。本当だ。第一、君に逆らってここで生きていけるとは僕も思ってないしね。いいだろう。だがもしまたこの件を詮索したら。大丈夫、僕だって命は惜しいからね。でもまた来るよクルル。僕は君が大好きだからね。